先生のご協力をですね、映画という説明支援認知症会を開催している杉本と申します。よろしくお願いいたします。で私たちは認知団体でアミテール機動会の国務というのをまず立ち上げました。で本日は説明支援認知症会の方を主にご紹介をさせていただくことになります。で私の夫は自分で認知症なんですね。で皆さんの認知症っていうと高齢者のかかる病気だと思われている方もいらっしゃると思うんですけれど、若年性というのは65歳未満発症の方の認知症なので、お若いので社会的背景が高齢者の方々と違います。で実際うちの場合、子どもが前日まで16歳でしたし、診断を一緒に家族で告知を受けに行ったときに、前日16歳でした。で、これから進学もしなければいけない、一番お金がかかるときに、私はこの、心の支えと、あと経済的な支えを担うようになっていきます。で今年、まさしくこの春、10年目になるんですね、診断を受けて。で、今現在の夫は何してるかと言いますと、働けるデイサービス町田の電車 PLG で、センター担当、それから講演会の初期担当しております。で、お元気できます。それと、今日ご紹介する映画ではですね、カフェオープンまですでにもう1年以上経っていまして、2015年6月からちょっとボロボロをかけ始め、2015年9月に地元神奈川で夫と共に社会貢献ができる認知症カフェのプランを立てて神奈川区役所に相談し、プログラムのデモンストレーションをしました。で、その時に行政の方から助成金の情報を得まして、その時に2015年11月に独立化の講演会を開催し、帰宅金を準備、2016年2月に神奈川区神奈川地域支援補助金事業に応募し、活動場所を新小安地域ケアプラザに決定し、カフェのお菓子を試作し、プログラムの実感配布を見直しまして、2016年4月去年4月から第4木曜日開設でスタートしまして、1年間なんですね。で、もともとアミテール機動会を伴って何っていうことですけど、私と夫がですね、アンドを通して夫はですね、話すきっかけができて、私はいつも物陰から、これもできなくなった、あれもできなくなったという、なんか夫に対する冷たい何か感覚がから解放されたのがアートのプログラムだったんです。で、それとアートのアで、ミがミートミーで、そこから自分を見つめ直す、で、手は健全に変化し、そしてルは継続し続けるという意味の名前を取りました。そして実際地域に課題があったんですね。若年性認知症のものがですね、行ける場所が区内にない、それから本人が行きたい、それから行きやすい、通いやすいところがない、それから家族のね、ケアや介護者の休息時間が確保、それから当事者や介護者が介護する場所がない、認知症になっても働ける仕事が見つからない。で、自分としては右側にいる女性は実はうちにも僕弟子やと思いまして、で彼女はお子さんがアトピーなんですね。ですから体に優しい材料を使ったもので、何か認知症の方にも提供できるお菓子はないかと、メニューから開発を重ねて一緒に活動してくれるようになりました。全く認知症とは今言っておられなかった方です。で、左の方は看護師の方ですね。で、当事者が運営側にいます。本人がやりたいことが分かります。当事者の知人友人が専門職で立ち上げに協力、それから
ジオプログラムタイムスリップスという写真で、まあ、創作物語を作りました。で歴史雑学で地域改装しました。であとですね、そこにプロフェッショナルたちの底力を見ました。で恨みとしては代表者が司会進行を受付まで行っている、それからお客様のご希望に添えず代表者のお話がちょっと多く様聞き取れないということがあったり、あとイレギュラーなことで代表者が抜けると進行の流れが止まってしまう、認知症サポート養成講座スタッフにそういう、ね、養成講座を受けたものがほとんどない、それから打ち合わせや反省会で認知症についてお伝えていかなければならなくて、当事者目線でスタッフに伝えるので結構厳しいことを言わざるを得ない。で彼での課題で赤字の解消、参加者の設定、バランスを考える、それから若年性認知症カフェのためにアクティブなシニアのご主人の方が自分たちの仲間を連れてこれないって言われたんですね。参加しにくいと。あとはボランティアの少なさで、改善策としましては、まあ、謝礼につきましてはですね、参加費の設定も両方とも話し合いで解決の方向を今整えつつあります。そして3年間の助成金があるんですけど、4年目からはなしになってしまうので、そこを経済面のことを考えなければならないし、実際には2回から3回の実費がかかっているイベントが多い、それから代表者の実費でやっている部分もございます。で地域のボランティアの募集、多世代の参加するカフェで、当事者と家族を分ける、希望の場合は当事者と家族が一緒にいるコーナーを設ける、で司会進行は代表以外のスタッフが担当、これは徐々に今年に入ってから軌道修正してまいりまして、結果ここに1、2、3、4あるんですけど、もう一つありまして、これは当日ボラ、要するに運営ボラと、それから専門職ボラと、それから家族ボラがいまして、その人たちのボランティアがもう一つ5番目に入るとしたら、5つのウィンウィンなんですね。で誰でもフラッと来れる、やりがいがある、話しやすい、認知症になっても学ぶの場があるのは本人で、自己肯定感、自己成長感を持てるのが家族で、当事者ご本人の人を重視とか行う、そして、オール認知症に優しいなって、次年度の取り組みとしては認知症サポーターや伝える人を育成していく。で最後にですね、認知症は認知症のオールが入っているということをお伝えしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今の中で、忙しく申し上げたいんです。二郎さんと、どう感じますか。今、本人とかご家族の方がこんなにさらさらと喋っているんですけれども、やっぱりここまで来る間に何の苦悩、本当にあったかと思います。それをですね、こうやって発達にできているというのは、家族の人もご本人もなんですけれども、役割を見出したからなわけなんですね。本当にそれ一言で言って、その苦労もありますでしょうけど、これをぜひ形にね、継続してやっていけると嬉しいなと、本当に思います。この認知症カフェというのは収益性は求められないかな、あとは行政との連携がいかに大事かということ、あと補助金でしか成り立ってないというところがある中でですね、やはり将来性、継続性というのは見込んでいかなきゃいけないかなと思います。もちろん認知症サポーター養成講座とかするのはいいですけど、やっぱもっともっと声を聞いてもらう、出ていって、講演活動、それをですね、力を入れていっていただきたいなと思います。本当に頑張ってください。これ今のところ横浜市から助成金が出ていて、
それは3年間でご検討なんですね。初年度は11万円でした。でほとんどあのプロフェッショナルなあのアートと、それから、まあ、私の方にも貸し上げる謝礼とか、あとはあのやはりあのバランスを考えて、仲間同士でじゃちょっと探していっちゃうとまずいよなということで、ちょっとその謝礼の方にあの団体かけまして、年度目はあのガクッと下がるんですね。多分10万ちょっとだと思います。で、3年目はもっと下がると思います。場所は確保できているから、それでも年間18万円ってなかなか厳しいですよね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは